さてさて、やってまいりましたのは大阪南港フェリーターミナルですね。サンフラワーのフェリーターミナルです。通常はまあ ATC、アジア太平洋トレードセンター、電車でねやってきて、もう直結なんで便利なんですけれども、今回近くでちょっとお仕事があったのでそのままタクシーでやってまいりました。で、この第2ターミナルなのかな、鹿児島に行くターミナルなんですけれども、いつもはね第1ターミナルのあたりからバスに乗ってくるんですが、まあ、タクシーで来たらねそのままもうターミナルまで来れちゃいましたね。ということでターミナル到着、向こうの方にもう一隻サンフラワーが止まってるんですが、あれはまたねご紹介しますけども、この日ちょうどこの日就航したこちら大阪南港と別府を結ぶサンフラワー紫という船なんですね。数ヶ月前にはサンフラワー紅という船もね投入されまして、まあそのレビューなんかはね過去出しておりますんで、よろしかったら見てみてください。まあ紫もね早く乗りたいところではあるんですが、今回は鹿児島に向かいます。サンフラワー霧島に乗船してまいりましょう。まあ大体こうフェリーって2階とか3階が乗船口になっててね、でそこからこう乗っていってすぐこう4階フロアにたどり着いてロビーがあるみたいな感じなんですけれども、まあ今見ていただいた通りですね、このほぼ地面に近いところからスルッとスポッと入ってですね、で中でエスカレーターで登っていくんですね。でまあ1階部分なのかな、2階部分なのかなから乗って6階に上がってまいります。で6階からなんかこう客室スペースみたいな感じになってまして、今回僕のお部屋は1つ上7階ですね。さあ6階に到着いたしました。このね入ってすぐの楕円形の吹き抜け、これがまあ印象的なこの霧島、そしてまあ姉妹船の薩摩ですね。鹿児島南港航路で売店も大きな見えますね。後で来ましょう。まずはお部屋に向かいます。7階に上がってまいりました。今回はデラックスというカテゴリーのお部屋でございます。で今正面に見えてのお風呂で、ついたて囲われてるのがマッサージチェア、自動販売機、コインロッカーなんてのもありましたね。で客室がずらりと並ぶこのエリアに入ってまいりまして、今回のお部屋こちら7511というお部屋になっております。早速中に入ってまいりましょう。タッチ式のねカードキーになっております。中に入るとカードキーを挿す、すると電気がつくと。なかなか刺さらん。はい、刺さりました。で、これは靴脱ぐパターンですね。でデラックスルームっていうのはこの洋室と和室、そしてまあバリアフリールームがあるんですけども、今回洋室、まあ、洋室って言ってもね玄関があってこう靴を脱ぐので和洋室とでも言うべきでしょうかね。で玄関あたりこんな感じでデスクがありますね。下には冷蔵庫、で冷蔵庫の中にお水が入っておりますね。デラックスのカテゴリーでも冷蔵庫にお水が2本用意されていますと。ありがとうございます。そしてコーヒーとかお茶のセットなんかもありますね。これはありがたい。そしてサンフラワークッキーです。あれがね素朴な味で美味しいんですよお部屋全体こんな感じになってます。奥にベッドが2台と手前にソファー、そして左側には一人掛けのソファー、これも伸ばせばベッドになるのかな、だからなんとかすれば4人ここで寝られるんじゃないかなというようなお部屋になっております。で奥側には丸い縁取りの中に四角い窓枠、大きな大きな窓がついておりまして、ここから外の景色を眺めることもできると。まあまだ出航してませんのでね、大阪南港の景色でございましたという感じのお部屋ですね。エアコンもありますし大きなテレビもかかっております。でテレビの前にはカゴが置いてありましてね、中にはフェイスタオル、歯ブラシと、そしてナイトウェアです。その下には、まあ、これお化粧するとき用の椅子という感じでしょうね。あの冷蔵庫の前に四角い椅子を置いてねお化粧なんかするんじゃないでしょうか。でこちらがナイストイレでございます。そして洗面台と、左側これがねシャワーブースになってるんですよね。でまあ特にねこうカーテンで仕切ってるだけなんですけれども、まあ、翌日の朝シャワーざっと浴びましたけども、お水が溢れてまあ大変ということはありませんでした。十分な機能性を持つシャワーブースということになります。という素敵なお部屋でのんびりと行きたいと思います。まったるよ鹿児島と。でやっぱりねここでこのねソファーとテレビの配置絶妙、もうここでねずっと座ってたような感じでしたね。でこちらの鹿児島航路のサンフラワーはですね、船外モニター、まあ船首部分をこうねモニタリングできるモニターがあってですね、これを見てるのがなんか楽しかったです。はい、
そろそろ出航の時間に、ね、なりましたんで、展望デッキから出航の模様を眺めたいと思います。一つ上のフロア7階8階かにあります展望デッキに向かいましょう。まあ、天井を見上げるとですね、この広い、ね、吹き抜けの天井部分、何やら作品が投影されておりましたね。こういう演出もね、さあ今から旅に出るデー感をね盛り上げてくれていいですね。さあやってまいりました、展望デッキへの出口、入り口、どっちか、出口かな、でございます。4月の大阪、暑くもなく寒くもなく、ちょうどいいお天気ですね。で右手を見ますと ATC、 その前にちょろっと映ってるのがサンフラワー紫で、左手を見ますと海でございます。で左手、これがね船尾部分になるんですけども、後ろの方、まあ船でいう後ろの方に向かっていきましょう。サンフラワーのオレンジ一色のファンネルが見えてまいりました。でファンネルの横にはね、なんかこう座ってくつろげるテーブルのような椅子のようなものもありましたね。さあ私が船尾に到着したら、まあ狙ったかのようにちょうどのタイミングで出航でございました。ロープを巻き上げて、さあ出発。まあね、これ後ろ側、船の後ろ側なんで、まず一回バックをしていくんですよね。で広いところでくるりと回りまして、大海原に出ていくというそんな流れです。遠くの方に見えますね、サンフラワー紫。この日、ちょうどこの日に初めて大阪南港を出発するというなんかセレモニーとかもあったみたいですね。うん、まあ僕はもうタクシーでビュッと乗りつけてね乗っちゃったんで、そのセレモニー見れなかったんですけども、いやー今度乗るよと、うん、紫くん待っててねということで、サンフラワー霧島は定刻通り17時55分大阪南港を出発いたしまして、明日の朝8時55分までですね、約15時間の船旅が始まりました。さあ出航を見届けまして、船内に戻ってまいりまして、まずはねご飯食べに行きましょう。まあ実はこの日ねお昼ご飯食べられなかったんでね、お腹ペコペコやったんですよ。でサンフラワーバイキングですからね、もうお腹いっぱい食べるでということで、6階のレストランに向かいましょう。このショップの脇、プロムナード、広いプロムナードですね、これを抜けた正面突き当たり、一番船尾部にレストランがございます。料金は大人1500円となっております。で結構混んでたんですよね。もう窓際の席はもうすでに満席で、他のテーブル席も結構埋まってましたね。もう8割方席埋まってましたね。そんな中取ってまいりましたよ。これはちょっと茶色控えめに見える、まあ、手前にシューマイを配置したからね、そう見えるだけでしょうね。ハンバーグとか唐揚げとかパスタとかエビフライなんかもありますね。そしてこの鶏の炊き込みご飯、サンフラワーさんはねこう炊き込みご飯系と、あとは旬の食材系がね結構多くてね、私的には嬉しいですね。ということでペロリでございます。食べ終わった頃にはもうほぼ満席になっておりました。にぎわいが戻ってまいりましたね。素晴らしい。うん、やっぱねフェリーの旅はいいですよ本当に。ということでお腹いっぱいでレストランを出てまいりました。レストラン出て左側ゲームコーナーがあって、そのお隣はキッズスペースがありますね。コロナで閉鎖されていたこの施設なんかがもうフルオープン状態、これもなんかやっぱりねやったぜ感ね、ついにやったぜ感がありますね。お部屋に戻る前にショップにちょっと寄っていきましょう。いろんなもん買わなダメですからね。まあ、このサンフラワー霧島、そして姉妹船薩摩のショップが僕ねお土産一番充実してるんじゃないかな、ショップオブザイヤーですよわかんないけど。でもちろんレモンドーもございます。いやお土産が本当に充実とると。でおつまみとレモンドーと、あとね飴が急に食べたくなったんで、このうさ飴買ってまいりましたね。八幡様のお乳飴と書いてありますけどね、うん、まあ名前に惹かれたっていうのはありますけども、まあでもこうサンフラワーの絵がバーンと載っているうさ飴とでね、内容量がね5粒入りってあったんで、まあちょうどいいなと、ちょうどペロッと食べれるねということで買ってきたという感じで、中はこんな感じ手作り飴って感じですね。粉がいっぱいまぶされておりましてね、うん、なんかあの障害物競争の時に食べたような美味しい飴でした。はい、からのゴロリと。まあでもねこのまま寝てね夜中になったらまた困るんで、アラームをセットしましてね、9時前、夜の9時前に起きまして、お部屋からバスタオルを持って大浴場に向かいましょう。ここ最近ね、あの食後に寝たら夜中になりましたみたいなことが多かったんで、ゴロッとするのにもアラームをかけるとなんともストイックでございますでね、あのサンフラワーお風呂がね21時30分までなんですよ。
なので21時前に起きてお風呂に入りに来たということです。さあ、お風呂で温まった後は先ほどショップで買ってまいりましたレモン堂で乾杯してまいりましょう。ショップには 5%、7%、9% があったのかな。まずは 5% ヒットサイズいただいてまいりましょう。もう間違いのない味ですよ。船に乗ってお風呂に入って、ね、このレモン堂を飲むというのはもう本当に僕の生活の一部となっております。うまい、染み込んでいきます。レモン堂 5%、 そこに合わせますのが九州鹿児島さつま揚げでございます。いやー、これがねたまらんですよ。僕この練り物大好きなんですよね。今回チョイスしたのがごぼう天でございます。間にね、間というか真ん中にごぼうが入っとる感じ、まあ、丸いね平天タイプもあったんですけれども、今回はごぼう天をセレクト。いやー、もうこれがレモン堂に合わないわけがないんですよ。1本目ペロリ、いやごくりでございます。で、2本目は 7% 旨塩レモンでいきましょう。このごぼう天のですね、甘辛いお醤油味とね、このさっぱりした旨塩レモンのレモン丼、合わないわけがないじゃないですか。もう一袋買ってきたらよかったななんてことも思いながら、ごぼう天をですね、もう1センチ刻みぐらいでチビチビと食べながらね、レモン丼を飲む至福の晩酌タイムでございます。なんてことしておりましたらね、もうあっという間にごぼう天がなくなりましたんで、おつまみ2品目登場しましょうか。おつまみ2品目はこちら。なかなか情報量が多いですけどね、大阪名物を見て食べるんやったらふわふわカステラの大阪シティウォークですせと、というおつまみです、はい、中身はですね、あの一口カステラになってるんですね。で、このカステラになんか大阪弁がね書いてあるんです。ほんまやと、ね、まあ、ここでちょっと大阪弁講座やりましょうか。ほんまやっていうのは、ちょっとこれ見て、この前こう言ってたけど実はこうやねんで、ほんまや、これが正解ですね。ほんまやとかじゃないですよ、ほんまやですよあとはね、あの好きやねんとか書いてましたけどね、好きやねんって、まあ、袋麺のね、あのインスタントラーメン好きやねんっていうのはありますけども、あんまり人に向かってはね、ちょっとお前のこと好きやねんとは言わないですね。うん、俺とんかつ好きやねんとかは言いますけどねという謎の大阪弁講座でございました。2本目も終了ということで、お時間が23時22分ですね。もう明日も朝早いでね、寝てしまおうと思うんですけど、あ、そうそう、揺れチェックしとかなきゃダメですね、こんな感じのカメラで撮っておりました。お水があって缶2本、危ない危ない、こんな感じで並べると、まあそんなに揺れてないですね。うん、でもふと思って違う違うと、縦と横の向き逆やね、結構こういうとこね、律儀なんですね、左側が船首部分ですからね、こういう感じで並べました、まあ、ちょっと横揺れがあるかなというぐらいですけれども、プルプルもほぼなしということで、一回ちょっと外のモニターも見てみましょうか。うん、真っ暗やということで、まあこれ諦めてもう寝てしまうことにいたしましょう。ベッドに入ってですね、枕元でこう電気をパチパチと消していくんですけれども、玄関の電気だけね、枕元にスイッチがなかったんですよ。これどうしようかなと思ったんですが、もう布団から出るのめんどくさいんでね、このままおやすみなさい。おはようございます。結局ですね、夜中もう明るいのが気になってしゃあないんでね、電気は消しに行きました、玄関の電気ねということで、まあ目覚めたんですけども、外はあいにくのお天気、結構な雨が降っておりました。で、レストラン朝の6時ぐらいからやってるんですけども、いやー、もうレストランで食べなくてもいいかなということで、お部屋でコーヒーを入れてね、のんびりとくつろぐことにいたしましょう。ほんとね、めんどくさがりなんで、あんまりこうお部屋でコーヒー入れるっていうこともないんですけれども、この日はですね、食べたいものがあったので、それに合わせるにはこのコーヒーしかないということでね、一生懸命自分でドリップコーヒーを作っております。さあ、コーヒーを入れて朝食に選んだのはこちら。大阪名物を見て食べるんやったらふわふわカステラの大阪シティウォークですせの残りをいただいてまいりましょう昨日の夜ね、まあさすがにこの量全部は食べられなかったんで、3分の1ぐらい食べたんですけど、お、今日は毎度ですね、まあ大阪弁講座いきますか。毎度、ね、こんにちはとかっていう、お、毎度みたいな感じです、はい。で、何かこうお礼を言うときは毎度の後にお気にがつきます。毎度お気にね、そんな感じでペロリ全部食べちゃいました、はい。
ということで、もうあっという間に陸が見えてきましてね、鹿児島志布志港に到着でございます。本当は外に出てね、着岸の様子見たかったんですけど、結構な雨だったんで、この室内から選手側の映像を見てですね、着くぞ着いたーみたいな感じでぼーっと見ておりました。なんて感じでね、着岸するとあの歌が流れるわけです。そして10分ぐらいかな、下船のためのね、こうタラップの取り付けなんかがあるんでしょうから、それが終わった後アナウンスが流れますんで、下船してまいりましょう。今回はこちらね、大阪南港を出発いたしまして、鹿児島志布志港に到着するサンフラワー霧島でしたけれども、まあ夕方に乗ってご飯食べてお風呂入って酒飲んで寝て起きたら着くと、ちょうどあれですね、観光地とか出張行った時のホテルと同じ感じですね、夕方チェックインして、でご飯食べに行ってお酒飲んで寝て朝起きて出発みたいな、ちょうどいい9時に出発という感じの航路ですね。で降りてきたらこれですよ、志あふれる町志布志市、ここは鹿児島県志布志市志布志町志布志の志布志港ですと、志布志ですと感じで、この志布志から今日はね、鹿児島市内に向かうんですけれども、サンフラワーの連絡バスが出てます。連絡バス2時間弱という感じかな、11時過ぎに着くんですけども、なんとその距離を走る、まあ、高速バスなんですけれども、無料で鹿児島中央駅と鹿児島高速線ターミナルに連れて行っていただけると、これありがたいですね。ただまあ事前の予約が必要なんで、乗船時に予約忘れないようにしておいてください。でターミナルを突っ切って外に出て、すぐ右側にね、そのバスが止まっております。サンフラワーライナーでございます。観光バスタイプなんでね、大きな荷物持ってても荷物入れるスペースありますせということで安心ですね。まあ、結構ね、長距離フェリーで大きな荷物持って移動してね、ターミナルから、まあ、バスに乗るんだけども、まあ、普通のタイプのバスだと荷物これどこに置くねんみたいな感じになってね、困ることも多いんで、この観光バスタイプありがたいですということで、もうね全員揃いましたねということで出発いたしました。今まで乗ってまいりましたサンフラワー霧島にお別れをしまして、向かうはいざ鹿児島市でございます。でバスの中にトイレはないんです。で前はね、もうそのまま直行でね2時間ぐらいかけて行ってたんですけれども、まあ誰かちょっとちびったんですかねわかんないですけど途中でね休憩が入るようになってますね。志布志港を出発してちょうどまあ1時間ぐらい、まあ中間地点ぐらいですかね、国見のパーキングエリアでトイレ休憩が設けられるようになっておりました。まあこれは安心ですね。朝コーヒーを飲みすぎた人ね、昨晩お酒を飲みすぎた人ね、トイレが近くても大丈夫でございますということで、トイレ休憩を終えまして、あとは鹿児島中央駅にまず向かってまいります。でまあご覧いただいて分かるようにね、ちょっと窓がねブルーがかってるんですよね。なんで天気は悪いんですけれども、なんかこういい天気感ある車窓を眺めながら鹿児島中央駅に到着いたしました。11時20分頃ですね。で鹿児島中央駅で、まあ、鹿児島といえばと、いうね、あの浜ちゃんという人がいるんですけれども、浜ちゃんと待ち合わせをしましてね、でご飯を食べようと、お昼ご飯を食べながらちょっとミーティングしましょうということで、鹿児島中央駅で待ち合わせをして、その後浜ちゃんと黒豚しゃぶしゃぶを食べるというところで、今回の動画は以上になります。しゃぶしゃぶの模様はね、ほとんど撮っておりませんでしたんで、割愛とさせていただきます、はい、ということで今回の動画も最後までご視聴どうもありがとうございました。またね、今後もフェリー以外の動画もねどんどん出していきたいなと思っておりますので、もしご興味おありの方、チャンネル登録をして次回以降の動画楽しみにお待ちください。またね、インスタとかツイッターとかやってますんで、ご興味おありの方は概要欄からちょっとチェックしてみてくださいということで、今回以上になります。また次回の動画でお会いいたしましょう。ではでは、さよなら。しゃぶしゃぶ美味しかった。